The Velvet of Green. Run for what could I be?
ありがとうございます。皆様ようこそビートにいらっしゃいました。今日は寒い中お運びいただき本当にありがとうございます。本日はですね、ベルベット・オブ・グリーンという名前の変な名前と言われるんですけども、カーペンターズのトリビュートバンドなんですね。簡単にバンド名の説明だけさせていただきますと、あまりにも素晴らしい楽曲で古くならないっていうのをエバーグリーンって、ね、例えるらしいんですけども、そのグリーンちょっといただいてしまいまして、そしてカレン・カーペンターボーカルのね、彼女の素晴らしい声をベルベットのようだということで合体ということで以後お見せいただきます。よろしくお願いします。はい、最初のメドレーですけども、濃いファンの方はすぐあれやって分かったかもしれませんが、ここはちょっと内緒にしておいてくださいね。じゅんさん、ちょっと解説いきましょうか。解説ですか。はい、そうですね。私はですね、カーペンターズのライブ行きました。76年の、はい、その時に1曲目にやったのがこの曲です。スーパースターから始まって、レイニーデイズ&マンデイズ、グッドバイトゥラブ、この3つはですね、カーペンターズファンならもう気絶しそうなぐらいこんなに3つも並んでいいのかという衝撃を小学生の頃覚えましてですね、それ以来ぜひやりたいってなんとか、はい、やらせていただくことになった曲ですね。はい、贅沢な3種前菜盛り合わせというイメージで、はい、お楽しみいただけたら幸いです。はい、ではですね、次はカーペンターズのデビュー曲ですね。原曲はビートルズって言われた方いらっしゃいますけど、これ、そうですよね、69年に、カーペンターズデビューしたんですが、彼らも当然ビートルズの大ファンで、カバーしてそれで世に出てきたんですが、そんなには出なかったんでしたっけね。まあまあ、でもとても美しい、PV のバックにカレンが麗しく歌っている姿をその日に思い浮かべて目を閉じていただいても結構ですので、はい、次行きましょう。チケットライド。Around
いたしました。続きましてですね、皆さん、早速ですけどトップオブザワールド、はい、もう知らないとは言わせない、もう世界人あまりも有名、日本人も大好きな曲、トップ3絶対入っているって感じですね。カラオケでね、練習に行くと洋楽の大体トップ10ぐらいに、あの曲かこの曲かその曲、ね、よくわかりませんね、すいません、まあ、はい、皆さんよかったら一緒に盛り上がってください。ちょっとお待ちください。そしてこの美しい曲、皆さんここでお届けできることに喜びを覚えております。この曲実はですね、今年の3月にリチャード・カーペンターとお兄さんですね、ピアノ弾く彼がビルボードライブ大阪にやってきまして、コンサートやりまして、その日の夕方に第1ステージはピアノの鵜飼さんと私と、そして夜の部の第2部は私とジュンさん見に行きました。そしてこの曲を実はやってくれたんですよね。はい、ワンラブという曲なんですが、ワンラブという曲はですね、現代がキャンディー、アメちゃんですね、キャンディーという曲だったらしいです。何やったかな、これはリチャードが言ってたマクドナルドの、あ、なんかあの可愛い女の子がおったみたいな、店員さんに可愛い女の子がいて、キャンディーという名前
だったのかな、名札付け出たんですかね、キャンディーさんその人を思って作った可愛い曲らしいですね。それの初めて知りました。まあ、ぜひどんな感じか早速行ってみましょうか。はい、ジャズ系のステージとか見に行かれた方はこの曲やってらっしゃる方も聞いたことがあるんじゃないでしょうか。 This Masquerade、 お好きですか。嬉しいですね。ちょっと待って you、yeah.
なかなかのつわものでございまして、うちの大変な大黒柱でございます。もうはっきり言って5回より大事かもしれないなと私は思ってるんですけどねはい、ではですね、次ハーティングイチアザ、これ日本の公演の時も歌ったらしいですね。私まだ生まれてなかったんでって言うたら嘘になりますけどね、もう十分生まれてましたけど、はい、でもやっぱり生のステージ見たかったですね。このハーティングイチアザ、傷つけ合うっていう、最初仲良かったね、なんでやねん、なんでやねんっていうという曲なんで、脳内で勝手に関西弁に変換すると面白いかもしれませんけども、はい、では行きましょう。大丈夫ですか。
ありがとうございます。大変貴重でした。ここでですね、ちょっと軽くメンバー紹介いっときたいと思います。ちょこちょこね、紹介はしてるんですけども、こちらから行きましょうか。さっきから解説手伝ってもくれてます、チェロ、まだ、ね、出番がないですけどね、チェロ、そしてシンセサイザー、そしてコーラス、その他もろもろ大忙しのジュンさんです。今アマオケでキリストとしてもご活躍中ですので、またね、よかったらご案内とかも言ってください。そしてベースコウさん、温かい音を作って私たちを力強く支えてください。じゃあまずありがとうございます。そしてコーラスヨコちゃん、彼女はですね、今年のね1月の末から加入してくれたんですけども、はい、いろいろ器用にやってくれますね。非常に助かっております。ありがとうございます。そしてドラム撮っていいよって自撮りただひろさんと呼んでおきはただひろです。はい、ちゃんと音をつけてくれて嬉しいな。もうね、こだわりの音をもう連ねつつ、もうこちらも頼りになる存在でございます。そして頼りになるといえば彼も負けておりません、ルーク、スーパーギタリストテキさんでございます。これからバリバリ出番ありますので、引き続きお楽しみに。そして10月から、参加してくれますクラリネット、あやちゃんです。よろしくお願いします。バンド参加初めてでしたよね。カーペンターズならではですよね。普段クラシックとか吹奏楽でしかお目にかからない楽器がここに入るバンドってそんなないと思いますけども、その辺 もう、こんな楽器なんやって近くで見るというのもお楽しみの一つかと思います。そして、さっき言いましたが、もう一回言います。大黒柱。うかい、やすけ、ありがとうございます。もう、シンセとピアノ、お忙しいです。うちの耳役としても、いろいろとアドバイスをもらっております。そして私、よかった、今日忘れんでよかった、いつも自分忘れるんですけど、ボーカル、クミです。よろしくお願いいたします。はい、一応頑張ってです。それではですね、早いもので、ファーストステージ、次の曲で、ラストとなりまして、その次に15分ほど休憩いただきまして、セカンドステージに参りますけども、大曲をお届けしたいと思いますよ。Only Yesterday です。ちょっとお待ちくださいね。Only Yesterday? Only Yesterday がですね、はい、この曲も実はライブでやりました。まだ未発表の段階で Only Yesterday をライブで演奏したんですね。で、やっぱ衝撃でしたね、この曲も。はい。カーペンターズらしい Only Yesterday。Yesterday Once More は流行りましたけど、Only Yesterday。まあ、それに次ぐぐらいの曲かなと。歌詞も素晴らしいですよね。はい。はい。もう、非常に力強いよ。パワーラブソングというべきでしょうか。ね、はい。では、行きましょう。
とうございました。リエスタでお送りしました。これでマスターステージ終了となります。しばらくの間ドリンクフードなどでおくつろぎください。またセカンドステージもよろしければお付き合いください。ありがとうございました。